それからしばらく、ウィンディちゃん魔王城計画の進み具合は何とも順調だった。もちろん人数が増えた分だけちょっとした衝突のようなものも起きやすくはなったけれど。え、全部暗幕で覆いたいの？それはさすがに厳しくないかな。暗くしちゃえば教室の壁の色なんて目立たなくない？魔王城なんだから真っ黒の方がいいのだ。暗幕は買い足せばいいんじゃないか？それは予算的にちょっと。ただでさえ他のところもいろいろこだわってるせいでカツカツだしさ。でも嫌なのだ。絶対壁は真っ黒がいいのだ。まあ考えてはみるけどさ、ほぼ無理だと思っといてね。よっ魔王様、それでこそ。しもべたちのために最高な魔王城が作りたいんだもんね。妥協なしな魔王様、マジリスペクト。そうなのだ。その方がかっこいいはずなのだ。だから、そんで君もナイス魔王グッピー。私ナイス魔王グッピー。王様に意見が言える配下ってやっぱり貴重じゃん。予算管理もありがとね。マジ助かってる。まあ割り当てられた役目だし、私も成功はさせたいから。そう、それみんなハッピー大成功がマスター。そこっしょ。ならもうちょい話してみね。そうそう、絶対いい落としどころ見つかるって。トリマ、壁を真っ黒にするが目的なんだよね。なら真っ黒、あ、そうだ、お城の通路部分の飾りに使った画用紙。あ、黒いのがいっぱい余ってたはずなのだ。あ、そうか、あれを壁に貼ればいけるのだ。解決を得る。あまりの陽のパワーの尊みで、つい、ばって、あんな風に和ませられるものなんですね。デジタンじゃ、指をくわえて不仲イベントを眺めるのが関の山。パーマーさんとヘリオスさんが参加してくれて、本当によかった。本当、心の底から思いますよ。デジタルさんだってたくさんたくさん働いてくださってますよ。え、またドトーさんはお優しいんですから。一デジタンごとき大したもんじゃありやせんよ。というか、そのもしああやって目の前で衝突が起きたとしてもね、オタクが推しに意見するだなんて出過ぎた真似というか。でも…ドトーちゃん、衣装についてちょっと聞きたいことがあるんだけど。はーい、すぐ行きます。はー、今日も進んだ。ギリギリっちゃギリギリだけど完成は見えてきたくね。熱くね。だね、当日がマジで楽しみになってきちゃったな。来てくれたみんな、いい思い出作ってくれそう。それな、お嬢とかミラクルとかも来てくれっかな。あ、昨日ジョーダンからもガチめにビビらせけって礼来てたわ。来てのお楽しみって返すっきゃないかな、それは。てかさ、準備中の様子とか見てて思ったんだけど、すごいよね、ウィンディって。ああ、なんかわかりみかも。うち、ああいうタイプも割と好きぴ。うん、わかる、すごく気持ちがいいんだよね。なんていうか、多少わがままに見えても
決めたことにまっしぐらみたいなさ、ちょっと重い言い方かもだけど尊敬しちゃうよ。ああいうのってさ、なんだかんだ強くないとできないことじゃん。だから、うん、だから、うん、どうしたパマチ。あのさヘリオス、私もわがまま言いたくなっちゃった、なんつったらやばい。